皆様こんにちは、 MSI ニュースの時間です。今回は8月27日金曜日にいくつかの製品を MSI は発表いたしました。コストパフォーマンスが高い80プラスブロンズ電源が2機種、280mm ラジエーターの水冷クーラーが1機種、そして皆様お待ちかね X570S マザーボードが2機種。まず最初にこちらの電源2機種を紹介したいと思います。こちらの MAGA650BN、 MAGA550BN です。この2機種の電源は80プラスブロンズ認証を取得し、高いコストパフォーマンスと5年間の長期保証が特徴となります。次にこちらの 280mm ラジエーターの水冷クーラー MAG コアリキッド 280R を紹介します。こちらの水冷クーラーは高い冷却能力と高いコストパフォーマンスで人気の MAG コアリキッドシリーズの 280mm ラジエーターモデルとなります。もちろんこのモデルも高い冷却能力がありますので、残暑厳しい中 CPU クーラーを買いたいという方におすすめとなっております。この水冷クーラーと電源の発売日は8月27日金曜日からとなっておりますので、ぜひ店頭でチェックしてみてください。最後にこちらのマザーボードを紹介いたします。最新の X570S チップを搭載した MAGX570S トマホーク MAX Wi-Fi と MAGX570S トーピード MAX を紹介いたします。こちらのチップセットはファンレスになり、静音性が高くなったモデルとなります。そして12+2+1 60A ドクターモスの強力な電源回路を搭載し、ハイエンドでも安定した動作を実現しています。こちらの2機種の違いは、トーピード MAX がデュアルラン、トマホーク MAX Wi-Fi が 2.5GB プラス Wi-Fi のモデルとなっております。それぞれ発売は9月3日金曜日からです。本日の MSI ニュースは以上となります。それでは次回お楽しみに。